カール・ウィリアム・メイズは、アメリカ合衆国県タッキー州リバィ出身の、プロ野球選手。耳投げ左打ち。愛称は、サブ。1920年、死球により相手打者のレイ・チャップマンが死亡する事故が、発生する。MLB において試合中にいた選手から障害を受けた、ことが原因で選手が死亡した、唯一の例である。 これにより多くの非難を受け、永遠に記憶されることになった。翌1921年に最多勝ちのタイトルを獲得した。12歳の時に父親を亡くした。信仰心に熱いクリスチャンであり、クリスティマ・シューソンと同じく日曜日の登板を拒否した。1912年にプロ野球のキャリアを開始した。1915年4月15日に、 ボストン・レッドソックスの投手として MLB デビュー。後年に考え出された指標だが、この年のセーブ数は7でアメリカンリーグ1位を記録している。同年9月16日の対デトロイト・タイガース戦で、対カップと汚い言葉の応酬で衝突した。この試合の8回にメイズがカップのインコースに投げた後、カップはメイズの方向へ向けてバットを投げ、 メス犬のダメ息子とののしった。これに対してメイズは黄色い犬と言い返した。試合再開後にメイズの投球はカップの手首に直接当たった。この事件はメイズがビーンボールを投げるヘッドハンターであるとの評判を確固たるものとした。1916年のブルックリン・ロビンスとのワールドシリーズでは、 第3戦に先発投手として登板したが5.0回を投げて4失点と散々で敗戦投手になった。レッドソックスの敗戦はこの1試合のみで4勝1敗でロビンスを破ってワールドチャンピオンに輝いた。1917年に防御率1.7422勝9敗を記録。ベイブルースと共にレッドソックスを支える投手に成長した。 1918年も防御率2.2121勝13敗30、関東、八関風の好成績を残し、シカゴカブスとのワールドシリーズ第6戦では、第3戦に続いて関東勝利を収め、レッドソックスを4勝2敗でワールドチャンピオンへ導いた。1919年に入ってからメイズにとって物事は悪い方向へと向かっていく。 この年のスプリングトレーニング期間中に、ミズーリ州にある彼の農場は全焼し、メイズは放火を疑った。5月26日のベーカーボールで行われた対、フィラデルフィアフィリーズ戦ではダッグアウトから出るときに、観客席の群衆へ向けて、ボールを勢いよく投げ入れ、ブライアン・ヘイズという名前のファンに直撃した。試合後に、ヘイズは警察に行き、逮捕状が発行された。 逮捕前に街を離れることができたが、事件のために MLB 機構から100ドルの罰金を課され、以後はフィラデルフィアに行くのを避けなければならなくなった。また、1919年シーズンは打線の援護不足で勝てない試合が多くなった。7月13日まで5勝11敗と大きく負け越していた。この日の対四角ホワイトソックス戦で一塁走者り、 コリンズの二類への盗塁を阻止しようとした、ウォーリー・シャング・保守の送球が、メイズの頭部に当たってしまった。メイズは、この回が終わると荒々しくマウンドを降り、チームから離脱して、ボストンに戻った。メイズは、打球団へのトレードを要求して、当番を拒否し、経営難に陥っていたレッドソックスは、コスト削減対策の最初の動きとして29日に、ニューヨーク・ヤンキースとの間で1対2、 選手プラス金銭4万ドルのトレードを成立させた。選手がプレーを拒否することによって、保留条項を覆す力が与えられ、他球団への移籍が可能になる悪しき前例が、作られるのを阻止したいバン・ジョンソン・アリーグ会長はこの、トレードを無効にしようと企み、熾烈な法廷闘争が行われた。最終的には両球団にホワイトソックスを加えた3、球団が、 ナショナルリーグに参加すると脅しをかけてきたために、ジョンソン会長側が情報せざるを得なかった。ベイブ・ルースも1919 19年シーズン終了後にヤンキースにトレードされた。ニューヨーク・ヤンキース時代ニューヨーク・ヤンキース時代1920年は、デッドボール時代からライブボール時代へ移行した年となった。この年の8月16日のポログラウンズで行われた。 対クリーブランドインディアンス戦の誤解を回表、打席に立ったレイチャップマンはメーズが1ストライク1、ボールからインコース高めへ投じた速球に対して、全く避ける素振りさえ見せずに、頭部左側のかみ部分に受けて地面に倒れた。メーズは、バットのグリップエンドに球が当たったものと思い、跳ね返ってきた球を処理して一塁へ送球した。トムコナリー審判は、右耳から、 血が流れていたのに気づいて医者を呼ぶように叫び始め、インディアンスの監督で友人でもあるトリススピーカーも駆け寄った。チャップマンは意識を取り戻して立ち上がり、話すことを試みたが、全く言葉が出てこなかった。その後に不自由な足取りで外野の中堅方向に位置するクラブハウスに向けて自力で歩いて戻ろうとしたが、二塁ベース手前で崩れ落ちた。 二人のチームメイトの方に寄り添いながら、クラブハウスへ担ぎ込まれた。私は大丈夫だから、カールには気にするなと伝えてくれと言ったという。メイズは、試合が中断されている間もマウンド上で待機した。チャップマンはすぐに病院に搬送されたが、支給を受けてから12時間後の、翌17日午前4時40分に収容された、ニューヨーク市内の病院で亡くなった。 1909年のダックパワーズに次いで MLB 史上二人目の試合中の事故が原因で死亡した選手となった。チャップマンはプレートギリギリに構えて立ち、メイズはインコース中心の攻めで知られていた。この悲劇の直後に試合中に汚れたボールは審判の判断でいつでも交換できるようになり、スピットボールなどボールに再工する行為の対策が徹底された。 メイズは自発的にマンハッタン地区検察局へ行き、恋によるものではなかったと証言して、罪には問われないことを確認した。8月18日のインディアンスタイヤンキースの試合では、両球団の選手が模章を着用してプレーする中、メイズはこの模章をつけなかったので目立ってしまった。メイズに対する風当たりは強く、レッドソックス、タイガース、 セントルイスブラウンズを含むいくつかの球団は、ジョンソン会長へメイズを、球界から追放するように求める、嘆願書を送った。この動きに対して、ジョンソン会長はメイズが登板する試合のボイコットを禁じ、事態を沈静化させようとした。8月23日の大イ,イガース戦の試合前に、タイカップから、可能であるなら、私は、チャップマンの破壊しにこう刻んでいただろう。 ここに傲慢、悪質、貪欲の犠牲者が眠ると記されたノートを渡されたことをメイズが明かしている。この試合に登板したメイズは明らかに緊張した面持ちで、しばらくはブーイングと歓声が入り混じる中、ヤンキースファンからの声援を背に受け、復帰を完封勝利で飾った。9月初めのクリーブランドへの遠征試合にはメイズは、 同行するつもりだったが、インディアンス関係者の感情に配慮して球団が同行を認めなかった。1921年は自己最高の27勝9敗で最多勝ちのタイトルを獲得した。同年のニューヨークジャイアンツとのワールドシリーズでは第1戦で完封勝利を収めたが、第4戦、第7戦では援護に恵まれず、共に関東しながら敗戦投手になった。 ヤンキースは3勝4敗でワールドチャンピオンを逃した。1922年は防御率3.60で13勝14敗と負け越した。同年の2年連続同位1カードとなるジャイアンツとのワールドシリーズでは第4戦に先発登板して8.0回4失点で敗戦投手になった。ヤンキースは0勝4敗1分けで1勝もできずに敗退した。 この年と前年のワールドシリーズでは、賭博士から金銭を受け取り、八王朝行為をして、わざと負けたのではないかという疑惑が表面化した。この疑惑については、ケネソー・ランディス・コミッショナーが、探偵事務所に調査を依頼した結果、潔白であることが証明された。1923年は、防御率6.205勝2敗と、自己最低の成績に終わった。 同年の3年連続同一カードとなるジャイアンツとのワールドシリーズではメイズも登録されたが当番機会は与えられなかった。八オチ疑惑でミラー・ハギンス監督らに不信感を持たれておりシーズン終了後の12月11日に売却される形で新シなキレッツへ移籍した。百二十四年は防御率点一5に絶勝九敗の成績を残し、 復活を遂げた。1925年は、怪我が原因で51.2回のみ投げた。1926年は、リーグ1位の24関東に、防御率3.1419勝12敗を記録。1シーズン通して働いた最後のシーズンとなった。1929年に、ジャイアンツで1年プレーし、このシーズン限りで MLB でのキャリアを終えた。 その後はマイナーリーグでプレーし、1931年シーズン限りで現役を引退した。引退後はインディアンス、ミルウォーキーブルワーズ、アトランタブレーブスで合わせて20年間スカウトを務めた。1971年4月4日にカリフォルニア州エルカホンにて死去。79歳没。ビル・ジェームズは すべての時代の投手の中で38位という高評価を下した。2009年のアメリカ野球殿堂入りのメンバーを決めるためにベテランズ委員会は1943年以前にキャリアを開始した10人の候補者のうちの1人として名ズを挙げたが2008年12月8日に25%しか獲得できずに落選したことが発表された。サブの愛称が付けられたように 時々指の関節で地面を這うような明らかなアンダースローの動作で投げていた。シンカー中心の投球をしており、芯を外して驚異的な多さのゴロを量産するグラウンドボールピッチャーだった。吉休はリーグでも少ない方だったが、インコース高めに多く投げて、打者をのけぞらせる投球スタイルであるために吉休が多かった。そのためにチャップマンの死亡事故前から、 ヘッドハンターとの指摘を受けていた。不愛想な性格と相まって自チームの野手が守備で失策を犯した時に避難する傾向があり、チームメイトからも嫌われていた。ヘッドハンターだと疑われたが、故意に相手にぶつけようとして投げたことは一度もないという主張を続け、謝罪も拒否した。神経衰弱を示唆する報道があったものの、 チャップマンを死に至らしめた事故に関してもあまり反省の態度を示さなかった。事故後に一時的に身を潜めたメーズだったが、インディアンスのスピーカー監督が、当主に悪気はないだろうし、球団は事故として考えているという内容の声明を発表すると強気な態度に転じた。ボールに荒い箇所があった点を指摘し、試合では取り除かれている必要があったと主張して、 コナリー審判を非難した。この発言に対しては、アリーグ審判のビリー・エヴァンスとビルディー・ニーンが、傷をつけてくれるだろうと思っていた、投球の方に傾いてきたと発言して、多くの人々の怒りを買った。また、後年に明らかになった友人へ当てた手紙の中では、自分の投球は、プレートの上を通過したように感じたということを2度も強調している。 1971年の亡くなる直前にも私のせいではなかったと述べた。ありがとうございます。